さあ片町スクランブルナイト、これだけは譲れない男たちのこだわりスペシャル、続いての男祭りでございます。お客様をお迎えしております。はい、続いてはですね、夜の片町をご紹介していこうということで、はい、片町8ビル5階メンズスナックイグジスタンス正隆のオーナー兼店長中林正隆さんをお迎えしました。お願いします。さて、はい、もうね、イグジスタンス正隆、はい、自分自身のお名前がお店のお名前に、そうですね、自己顕示欲の塊みたいな、いや看板娘ならぬ看板男みたいな、ね、はい、感じかと思うんですけれども、ね、中林さん、はい、もうかれこれ片町でお店を構えてどれぐらいになるんですか。今13年目ですね。13年ですか、はい、じゃあいろいろと片町のことをもう知り尽くしている感じですか。あの片町の本流とは外れて隅っこでこそこそやってます。いや、あまり誰にも見つからないようにやらせていただきます。ということは20世紀からですよね。2001年のオープンです。はい、21世紀と同時にですよね。そうですね、はい、うわすごい。それってでもね、やっぱりなかなかこう結構その入れ替わりが激しいじゃないですけれども、いろいろとこう移り変わっていく中で13年間続けられるっていうのは、これなかなかできないんじゃないかな。ですよね、意地ですね。意地っていうのはもう何回でも滑れそうにもなりましたし、体自体もね、何回もこうもうダメだとなるんですけど、年中無休で13年やらせていただきます。すごい。そしてそのイグジスタンス正隆だけでなく、はい、他にもいろいろと展開をなさっていると伺いました。はい、今の店舗に8ビルってビルに移るときにですね、もともと借りていた場所がありましてね、そこで、そこから出るときにもったいないじゃないですか、思い入れもあるし初めて開けた場所だし、だったらそこを置いたまんま8ビル移ろうと、その元の場所に、僕の方ですごく気に入っているお客様で男の子がいて、見た目の綺麗な子だったんで、頼むから僕のところで働いてほしいと、いい店やってくれないかってことで半年ほど口説きまして、半年ほどカラー家賃払って借り取ったんですけども、それでまた開けさせました。それが 2軒目のスタートですよね。はい、そのお店が、ダブルハートっていう名前、今また別の場所に移ってるんですけど、はい、それももう8年9年やってますね。なるほどなるほど、これが2号店。2号店、はい、さらに、そこで当時、たまたま今度また路面店でいい場所が来まして、ここでお店できたらいいなと思った時に、たまたまその建物のオーナーさんともお話ができて、じゃあ貸してくれると。でも何するかも決まってないけども借りたんですね。そうするとまたたまたま運よく今度東京の方の本当の新橋の江戸銀というね、明治41年創業のお店のオーナーから、その会社が潰れるということを会計士から聞きまして、そうするとその明治41年から100年使っている看板ごと、今一度その代を消したくないと、本当に廃業したくないから江戸銀というものを続けてほしいということで、私の方が預かって、ちょっと関西で5年ほどそういう明治41年創業というので、老舗の料理店やってたんですけども、それはちょっと今度はまた5年経つと、その会社がもう一度こう再生できるということが決まったので、看板を今一度返して、今現在東京の新橋でそこに同じ看板を掲げて、またそののれんをずっと続けているという、のれんを守ったわけじゃないですか。しばらく無理やり僕がこう背負ってる間に、すごいこけましたし怪我しましたけど、いや、そしてまだまだ続きますよ、はい、あそこから、そうですね、また今度僕の場合自分で何かをしようと思ったというよりも、とりあえず周りで何かがあったことに対して、じゃあ一生懸命一緒にやってくれるなら一緒にやろうよという形で店舗は増えているので、またたまたま私の友人がやっているお店で、もう右も左も向けなくなってきたというような話もやっぱり順番にあるわけでして、その中でもじゃあ僕と力を合わせればもしかしたら食べていけるだけはできるんじゃないのということで、今のもう一店舗あるシャンテというねダイニングバーをやってるんですけども、名前は僕の方でシャンテビルだからシャンテだと、たくさん人が集まるように分かりやすくしようということで変えたんですけども、営業形態もガラッと変えまして、ブライダルの二次会だとかそういったことをメインにやらせていただいております。そしてだから 1,2,3,4 店舗、もう1店舗かで、それが今度またこう場所を移ると、もともとの一番最初の場所っていうのがやっぱりずっと残るわけでして、イグジスタンス方式ですね。そうですね、ダブルハート方式、そう順番にこう空いた場所を誰かに言ってもらうっていうので、しばらくはだいぶ委託的なやり方もしたんですけども、レゾンという名前のお店をやってまして、それも実は言いますと今年そこにそのお店を守ってくれてた子が私の会社からは独立して、今はちょうどナンバーワンビルでダイナーズレゾンという名前のお店をやってまして、今回の街並みでも多分一番の反響、1日80人のところの数さばいてましたから、本当によくできるやつで、できるやつはやっぱすぐ独立していきますね。
そうすると中林さんすごくその今ねたまたまっていうふうにおっしゃってましたけど、中林さんの周りでものすごいこう事件が起きるというか、いろいろなことがこう中林さんのところに降りかかってくるような感じありません？なんとかできんかねっていう相談事とか、なんともできんねって言うんですけど、それでもっていう、もうね、まあ、僕もなんて言いますか、スケベなもんですから、ちょっとでもなんかできるように一緒にやろうってやっちゃいますんで、どんどん痩せ細っていくんですけど、きっとなんかこう面倒見がいいというか、ね、世話焼きというか、なんとかしてあげなきゃいけないっていう思いとかがやっぱりあるんですね。そんなにいいこと多分僕考えてないですけどね。いやだってそれでまあ13年でこう最初にお店を構えてからっていうお話ありましたけれども、だってその一番最初にお店構えたのっていうのがいくつぐらいの時ですか？24になってすぐですね。まだ24っていうとまだまだ若い年齢じゃないですか。そうですね、僕学生やってましたよまだ。本当ですか？24歳で。加藤さん24歳の頃、浪人も留年もしたもんだって。その時に一国一城の主になられるわけでしょ、すごいですね。ねえ、おかしいですね。やっぱそこって、ね、なんだろう、一本筋が通ってないとというか、ブレないな、軸がないとやってこられないのではないかなというふうに勝手にね、男からすると思うわけです。なんか座右の銘とか気になりますね。ありますか？座右の銘ですか？はい。まあ、ずっと間違いなく言ってるのは、まあ、継続は力なりと、もう子供の時に言われたことをそのまんまね、話してはいるんですけども、それは誰に言われた言葉なんですか？これ小学校多分ね、5年生の時の担任の先生、が継続は力なりって、僕宿題とか全くしない人間だったんです、一つも出さないんです、とりあえずこれだけやれと、必ず出した宿題 1ページのそれだけは毎日やりなさいと、継続は力なりよと言われて、それだけでもその1ページの宿題をするようになったんですね。それ以来ずっと、まあ、そのまま5年生のままに大人になってますんで、ずっと継続は力なりと、でもやっぱりその思いで今もやってらっしゃるんですよね、もちろん。そういうの決めたことは絶対に続けるっていうことでやってますね。なるほど。それもじゃあお仕事の面でもなんかこうイズム、哲学みたいなのって、哲学あったりしますかね？お店の名前もエグジスタンスっていうのでね、その存在という意味をそのまま使ってるんですけど、存在っていうのがイグジスタンスっていうんですよ。実存って言ってね、人に特化した部分が実は強いんです、その例えば私のことを知ってるから、あ、ここに中林がいたね、正孝がいたねって言われても、正孝がいたってことが分かるわけだ。僕の知らなかったらあここに正孝がいたねって言われても誰のことは分からないっていうことになるんで、やっぱりイグジスタンス正孝っていう名前にもつけてるように、私の存在をまず知ってもらうことだし、自分の存在をみんながここで一つ表現してほしいっていうのが店の名前にも会社名にも全部含められてます。でそのイグジスタンスなんですけども、男のための男のスタックってどういうことなんですか？はい、これも、まあ、その当時お店を開けた時にやっぱり先輩マスターといいますかね、自分のよく知っているお店の方とかにもお話ししたんですけども、男のための男のスナックをやりますと。そうか、やっぱりもうホモだったかとみんなに言われましたけど、ね、実際違うんですよね。実際は一応ちゃんとのんけでございます。違いますよね、違いますよね、そこをアピールしてもらえるとダメですよね。本当にそういうふうによく言われたんですけど、やっぱりその元々昔からスナックっていうのは決して色気があるもんでもなければ、そのワイワイ騒いでってもちろんするんですけども、季節の料理が出てきて気の置けない、ね、おばちゃんママがいて、でもなんとなくそう通っちゃうよっていうのが、たまたま僕は男だから男のための男のスナックと言ってるだけなんで、まあ、男性の方がお客様も実際多いですし、まあ、男性だけでこうバーッと盛り上がるとね、そこにやっぱり半分ホモじゃないかなと思ってる人が入ってきたりする。ああ、やっぱりここはダメなんだっていうことをすごく昔言われましたね。ああ、そうなんですか。私も調子乗って昔女装したりしましたんで。ダメですよ。だから言われちゃうんですよ。勘違いされることもあるかもしれませんけれども、やっぱスナックってその、なんていうかね、行きやすいじゃないけれども気軽にその、ね、のれんくぐれるみたいなところもあったりするし、はい、ね、なかなかそういう存在ってね、少なくなりつつあるのかなって、ましてや男のための男のスナックって、僕今までこのフレーズ聞くのは初めてですもん。聞いたことなかった。やっぱホモバっぽいでしょ。いや、そんなことないですよ。でも男のための男のスナックを歌っているようなお店って、片町には他にあったりしますかね。多分ないと思いますね。まあ、メンズスナックっていう言葉を使うのが、まあ、私どもの会社でやってるお店で、まあ、そういうふうに言ってる店舗もありますけど、やっぱり、まあ、その他では何度か出てきた気はしたんですけど、やっぱり今うちしかその男のための男のスナックとは言ってないような、メンズスナックなんていうね、変な造語はあんまり使っちゃいけないんだろうなって
女性は入店はもうウェルカムです。ウェルカム、大体男性と女性セットの方が多いので。あ、ほうほう、はい、そうなんですか。じゃあカップルでいらっしゃる方とか、ね、夫婦でいらっしゃる方とかっていうのも。そうですね、多いですね。やっぱあの片町出て奥さんと一緒に出てるけども、うん、まあ普段行くお姉ちゃんのところにも行けないし、確かに ね、でも男のボーイズバーって逆に行きづらいしと、まあ、40、50の方が多いですから、はい、そうすると私らのところに来ていただいて、まあ、カラオケ歌いながら一緒にお話をして、でうまいことね、普段の夜遅いのをごまかすという、はい、いつもここにいるんだよと、こんな感じで、そんなに来ないのになと思これ見てる人で怒られますね。お店の雰囲気としてはどんな感じなんですかね。まあ、もう本当にそのまま田舎のおばちゃん一人でやっているスナックっていうふうに思ってもらえば、うんうん、はい、一押しなところっていうとお店一押しポイントとかありますか。一押しポイント、そうですね、うん、まあ、ボックス席が小さいのがあるんですけども、はい、そこから見る朝焼けですかね。ぜひ朝まで飲んでいただかないと見れないんですけども、うん、え、じゃあお店の営業時間はちなみに、で、まあ、あの夜8時半から朝は力尽きるまで、まあ、5時までは最低でもやってますし。あ、そうなんですか。いや、でもやっぱりね、あのスナックのノリですよね。そうですよね、ナイススナックな感じあります。だってでもそもそも中林さん、うんうん、あの飲食業界をもうずっと志していたんです。いや、全然全然っておかしいですけど、そもそも取っかかりってなんか違うところから入られてるような噂をちらりと、まあ、そもそもと言いますか、私自身も普通に学校出て、はい、新卒でサラリーマンしてましたし、はい、で普通に CAD で図面書いてましたからね。 CAD? CAD? はい。え、じゃあ理系だったわけですか。一応、まあ、高専と言われる人たちの学校出てまして、すごいですよね、そこからね、転身しちゃったみたいな。しちゃったんですよね、うん、昼から夜へみたいな感じもあるかもしれないですけど、まあ、昼も夜も働いてましたんで、その頃から。なるほど、なるほど。会社の方はもう暗黙の了解的にこう目をつぶってくれてましたし、はいはいはい、でより、ね、こっちに絞っていこうと。そうですね、もう体も壊しちゃった、その時にやっぱりちょっといろんな穴と穴から血が出てきたので、どっちか人生選ばなきゃなと思ったんで。へー、はい、そうか、そうなんだ。まだ24ですから、まあ、30までは失敗しようと思って、30までに結果出ないならもう一遍どっか勤めて頑張ろうと思ったんですけど。じゃあ20代の頃ってのは本当に当たっていくだけの精神で、まあ、もう当たって砕けてきましたからね、いろいろと。そこから、ね、10年を経て、まあ、30、ね、ハードルとして最初に設定していた30を超えました、はい、で今何か次の目標だったりとかハードルとして設定しているものってあったりしますか。まあ、今はね、もうそんな、ね、大きなことは言わずに何としても続けていけるように皆様に頑張っていただけますように、私のおでこはこれ以上開くならないように。でも継続は力なりで、ですね、そうか、今若い方とかで、まあ、自分でお店を出したいって思ってらっしゃる方も多分たくさんいると思うんですけども、はい、そういう方たちに何かアドバイスを送るとしたらどういう言葉を送りたいですかね。アドバイスですか、うん、まあ、何かその秘訣とか、 なんかこう成功の秘訣であったりとか。いや、その成功とかってイメージがまだ僕にもないですし、うん、今現在じゃあ自分が成功してるのかって言ったらそうでもなく、一生懸命、うん、とりあえずがむしゃらにやっている最中のだけですから、うんうんうん、結果っていうのは見えないんで、まず、まあ、とりあえず目の前にいること何でもいいからすぐに始めなさいってことだけですよね。ですから僕の場合もその店舗が一つずつあると、一番最初に開けた場所っていうのを結構コロコロお店の名前もスタッフも変わってるんですけど、うん、やってみたいっていう子らに実はやらせてあげてるっていう言い方もおかしいんですけど、やってもらってるんですよ。でその子らの中でみんなやったら独立します。1年ぐらいやっぱり自分でやりたいって言って資金がない、タイミングが合わない、そういった子たちがレゾンっていう、まあ、今、ね、完全にお店の名前ごと持ってきましたけど、そのレゾンって場所を使って1年要は会社のお金を使って自由にやってみて、うん、でいざそこから自分で本当にしたい店をやっていくっていう、まあ、ステップに使ってもらってます。今現在3店舗あるのかな、うん、うちの会社で1年その店を使って自分なりの試しをやってみて、うん、で今現在自分のお金で実際お店を開いているマスターの3人います。はあ、じゃあ変な話、ね、やってみたい方はエグジスタンスの門を叩けば、逆に本当にそれがちゃんと気持ちがビジョンが揃ってれば僕はいつでも準備したいと思ってます。さすが中林さん。いやいやいや、本当にすねえ、いろんな図面描けそうやね、うん、人生の設計図も、そう、あ、じゃあ、あの苦しい時のなんだろう、どう乗り切ってきたのか。苦しい時ですか、うん、今苦しいですからね。今どのように乗り切っているのか。今、まあ、でもやっぱり本当に同じことを間違いなく当たり前のことを当たり前にやり続けるっていうことだけだと思ってます、うん、我々も僕らのお店としては僕自身だけなんですけど、お店はエグジスタンスってその店舗に関しては年中無休ということをまあ守ってるわけですよね、うんうんうん、でもそれがじゃあ今日はしんどいからって休んだり、やっぱそういったことをしてるようだったらもうダメだから、本当に当たり前のことを当たり前に徹底的にやり続ける、それだけです、うん、
あとあのこの片町というところにお店も構えてらっしゃるじゃないですか、はい、やっぱりその誇りとかプライドっていうのもあってやっぱりずっと続けていきたいって思いとかもあったりしますか。その片町でお店を出すっていうやっぱりこうこの意味っていうのは何かありますかね。逆に僕が片町しか知らないので、うんうんうん、そうするとあまりね片町で誇りだなんとか、うん、そういった片町だからっていうことは実は思ってないんですけど、うん、やっぱり続けるってこと本当に継続するってことには意地を持ってね、うん、どんな我慢してでも別にお金があろうがなかろうが、うん、何としてでも続けることはできるはずなんで、うん、やっぱりそこに意地クソになってでもやりますか、かじりついてでも、はい、片町にこだわるだけの魅力っていうのが片町にはあるわけですね、まあ、もちろん片町スクールナイトって番組ですからね、あれなんですけど片町をちょっと、ね、うまく言わなきゃいけないのかもしれないですけども、やっぱ自分の始めたことを何でもやり続けることだけですね。中林さんなんかこう可愛いお顔立ちなのにやっぱりこう芯っぽん芯が通っているというかすごいねものがあるんだなっていう風に光り方がちょっと外れないかな。いや、なんかあのメニューもすごくリーズナブルっていう風に聞いてるんですけど値段が、いやまあそれはね、うん、リーズナブルと言っていただけるのはありがたいことですし、うんうんうん、まあ、もし我々が全くつまらなく態度も悪かったらそれでも高い、100円でも高いですからねやっぱりそれを、うん、安いって言ってもらえるように頑張っていきたいと、うん、どんなメニューがあるんですか。フードですか、うん、フードもドリンクも。最近流行りは 300g ステーキですかね。わー300、はい、ステーキ。もうとりあえずあの、うん、田舎のスナック行くとおばちゃん何でも出してくるじゃないですか、うんうんうん、頼んでも、ね、出てきたりするじゃないですか、うん、パスタとか出てきますもんね。そうですね、うん、一応あの頼まれなきゃ作らないですけど、うんうんうん、まあ頼まれたら何でもあの、うん、テレビでありましたね、あるよってあれ言いたくて用意してます。いろんなオーダーにも答えてくれそうな、うん、300g ステーキ、うわ食べたいです ね、うん、女性でも一人でペロッと食べちゃいます。あ本当ですか、素晴らしい。わいいないいな。ちょっとじゃお店のまとめ、うん、もう一回言っておきたいと思いますけれども、イグジスタンス正隆、うん、はい、こちらの方が営業時間が、今は8時半からですね、20時半から、はい、8時半から朝5時までは、うん、元気よくやっております。年中無休、はい、ます。そしてダブルハート、はい、こちらも8時から、はいはい、朝5時までは、なるほど、はい、そして、シャンテは5時半から3時半まででございます、はいはい、そしてコンフィデンスは7時から朝5時まででございます、うん、もういつ行ってもいろんなオーダー答えてくれそうな、ね、そうですね、エグジスタンスグループ、うん、あとこれから忘年会のシーズンなんでそういうお客様も全然ウェルカムですね。本当にぜひぜひよろしくお願いいたします、うん、ぜひぜひどんな無理でも何でも聞きますね言ってみるもんですね。宴会とかも大丈夫ですか。もう宴会が全ての得意でございます、うん、ぜひぜひお出かけいただきたいなと思います、はいはいはい、ということでこの時間はですね、イグジスタンス正隆からオーナー兼店長そして、代表取締役、うん、中林正隆さんでした。どうもありがとうございました。すみません、旦那と行ってみたいですという小牧さんのつぶやきがあります。それは本当に来て、ウェルカム、どんどん来てくださいね、うん、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、うん。